これ同じレゴクリエイターのにここまで違うんですね。これすごいな。このレゴクリエイターは2個返して正解でした。皆さんこっちです。ジェイソン・ルグブルだ。ヒロイだ。はい、今回の動画はこちら、レゴクリエイターワイルドライオンの続きになります。前回の動画でワイルドライオンからダチョウに組み替えました。本物に近いような完成度があってとても良かったです。はい、今回の動画はダチョウからイボイノシシに組み替えます。はい、ワイルドライオンとダチョウの動画はこの動画の概要欄に載せておきます。合わせて見てください。はい、それでは組み替えます。はい、完成、イボイノシシです。おお、今回もかなり完成度が高いです。いや、やっぱレゴクリエイターの生き物枠は本当に完成度が高いな。肺全体はこのようになってます。はい、では近くで見ましょう。まずこちらが頭部です。正面から見たらかなり前に作ったレゴクリエイター伝説の生き物のドロールの盾になりそう。ちゃんとイボイノシシの特徴であるイボの部分が再現されています。イボイノシシのイボなんですけど、目と舌と牙の後ろにあります。ちなみにこのイボなんですけど、何のためにあるかというと、頭を守るためにあります。そしてやっぱイノシシといえばこの長い牙ですね。ちなみに普通のイノシシだったら牙は2本あるんですけど、イボイノシシの牙は4本もあります。そして胴体はこのようになってます。胴体なんですけど、若干ワイルドライオンに似てます。足に関してはパーツ自体そんなにないんですけど、再現度は高いです。そして尻尾はこのようになってます。上から見るとこんな感じです。では次はイボイノシシの可動範囲いきます。まず頭部がボールジョイントになってますので、このようにグリグリと動きます。これ上下左右に動くので可動は優秀ですね。前足はボールジョイントになってますので、こんな感じで可動します。ただ後ろに関しては後ろ足に当たっちゃいます。つま先もこのように動きます。前足なんですけど、ここのパーツに当たっちゃうので、ちょっと自由はあんまないかな。後ろ足は前足と違ってこのように自由に可動できます。尻尾はこことここがボールジョイントになってますので、このように稼働します。はい、稼働パーツを生かしてこのようにポーズを取らせることができます。おお、今回のイボイノシシも結構躍動感ありますね。ただ前足が後ろ足みたいに動かないのがちょっと残念かなって思います。では続いて大きさ比較いきます。まずミニフィグと並べるとこんな感じです。まあ、高さ的にミニフィグ2体分ですね。では次にレゴマリオと比較するとこんな感じです。前回のダチョウとライオン陶器にも言ったんですけど、これレゴマリオが乗っても違和感ないかも。そしてワイルドライオンと比較するとこんな感じです。うおー、やっぱワイルドライオンかっこいいな。こうしてみたらワイルドライオンの方がイボイノシシより一回り高いです。これ同じレゴクリエイターのにここまで違うんですね。これすごいな。で、そして前回のダチョウに登場したアステカの戦士と並べるとこんな感じです。いや、このレゴクリエイターにアステカの戦士めちゃくちゃ合いますね。では次はこのイボイノシシが前回のダチョウとワイルドライオン同様にライドオンができるかやってみようと思います。まあ多分できますね。まあ見た
感じ、はい。座らせる場所的にここが一番ベストだな。ここに座らせます。おお、ちょうどフィットする。イボイノシシのイボの部分にチェーンパーツを取り付ければっと。おお、バッチリですね。なんかスターウォーズに出てきそう。ではこの調子で反対側も取り付けます。はい、こんな感じです。おお、今回もバッチリライドオンすることができました。さっきも言ったんですけど、なんかスターウォーズに出てきそう。3体全員ライドオンしたんですけど、なんか一番しっくりくるな。ちなみにレゴマリオを乗せてみるとこんな感じです。なんか似合う。いや、イボイノシシの大きさがレゴマリオとミニフィグに座らせても全然違和感ないですね。これすごいな。ただレゴマリオに関しては前回のダチョウとワイルドライオンでも話した通り、これ乗せてるだけなので、できたら真似しないでください。はい、レゴクリエイターワイルドライオンのイボイノシシはこんな感じです。はい、ということでレゴクリエイターワイルドライオンのイボイノシシに組み立ててレビューしていました。個人的にこのイボイノシシがミニフィグのライドオンに結構フィットしててよかったです。まずイボイノシシなんですけど、結構本物に近いように作られてとても良かったです。前足の可動の自由がそんなないところですね。それ以外は基本的に結構良かったです。で、あとこんな感じでミニフィグを乗せてライドオンすることもできますので、皆さんもぜひやってみてください。個人的にイボイノシシが結構ミニフィグとサイズ合います。ということでレゴクリエイターワイルドライオンの3つの作品を全部作ったんですけど、個人的に良かったのはこちらのワイルドライオンです。やっぱこのワイルドライオンは本物に近い完成度があってとても良かったです。箱の時点での完成度が高くて、実際に組んで遊んでみた結果、やっぱワイルドライオンが一番良かったです。で、あと別でノミネートするのであればこのイボイノシシです。で、さっきも言った通りミニフィグとサイズ感が合うので、はい。ちなみにこちらのレゴクリエイターワイルドライオンは2000円前後で買えますので、気になった方はぜひ組み立ててみてください。このレゴクリエイターは2個買いして正解でした。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、今回の動画面白ければグッドボタン、高評価をよろしくお願いします。そして僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてコメントやリクエストや質問などお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。おなら、イエーイ。